あかん、もう寒気やばい。うわあ、ちょっと待って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 、ちょ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 、はい、どうもこんにちは、ラブです。ということで、今回からこちらのゲーム、デイライトというゲームを実況やっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、ホラーゲームですね、やっていこう。というわけで、このゲームどうやら毎回マップが変わるのかな、ちょっと申し訳ない、あまり情報を知らずに始めていきたいと思いますので、まあ、初見プレイということでやっていきたいと思います。ではスタート。デイライト。うわぁ、もう怖い。もう怖い。あ、操作方法、一応操作方法の確認はしましたので、おそらく大丈夫だと思います。あ、はもう始まった。Good, you've arrived. Sarah, focus. We haven't much time at all. They've been busy. They certainly have. Use that machine in your hand to find your way.There's much to see, much to learn. Where am I? It's been some time now. This place has been waiting for your arrival. 絶対に脱出するのだ。何かに追われているのかな。この場所を知っているなぜだろう。ほう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 。ちょっと全くストーリーがわからないまま始まったので、多分これはどんどん物語進めていったら分かってくるタイプだと思いますので、やっていきたいと思います。お、何何何、どこに行っても、どういうこと、怖い。まあとりあえず探索、まあホラーゲームなのでグダグダと探索しつつやっていきたいと思います。もう何これ。何これ、もう嫌だわ、こういうの嫌だわ。あ、なんかありますね。よいしょ。囚人52は影の人の幻想を見ているようだ。ほうほう。ん？これなんて書いてある？なんか文字がちょっとかすれて読みにくいんですけど、両方？新しいなんか両方について考え始めるべきだと思う。囚人、この52っていうのを直す、その幻想を直す治療法？あ、わかんないや。まあ、ちょっと進んでいきますか。あ、怖い怖い怖い。走ったら怖いわ。あ、階段。じゃあとりあえずこっち行こうかな。ちょっとまあ、ぐだぐだと探索していきたいので、こういうゲームは、やっていきたいと思います。わー、わー、ちょっと待って、どういう感じで何かが出てくるとかはあまりよく分かってないです。うん。あ、またなんかありますね。あ？ヤギかな。ヤギなのかな。あ、な、何？すべてはつながっている。ほう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 。うん、そうかそうか。これは？は、え？ん？走れって。うん。お、OK。うん。こっちは何もないみたいですね。じゃあ、下、マップ通りにちょっと進んでみようかな。うわー、何これ、何これ、こっちにもなんかあるね。ここどこなの？ここは病院だと思ったらいいのかな。これは？刑務所？うはあ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 、どういうこと？ここ刑務所、刑務所の、刑務所の、その、病院みたいなとこなのかな？ちょっと、どういう場所かよくわかんないけど、そういうことなのかな？もしかしたら。あ、これは？塩。塩使おう。あ、蛍光ライトの、あ、あれか。あ、これ、全部、あ、OK、OK。で、1。あ、OK。ほうほうほう。あ、これでだいぶ明るく。あ、うえ、何？だいぶ明るくなりましたね。え、何？
使えそうなアイテム。あ、こういうのが調べれるようなやつってこと？お、患者年齢10ヶ月。彼女が退院直後に起こった奇妙で恐ろしい出来事を理由に里親によって再入院。うわ、待って、あの赤ちゃん系で脅かすのはマジで俺無理。うん、何？え？わ、怖。え、確か投げることできましたよね。こうかな。わ、怖。あ、てかなんか右になんか あるね。脅威、残骸。え、どういうことなんだろう。これもう一回捨てたら無理なのか。出口を探す。あ、了解です。これどんどん進んでいきましょう。わわわ、暗い暗い暗い。使おう。これあんまり捨てない方がいいね。あんまり捨てずに行きますか。うわ、え、待って、病院か。病院系俺苦手だ。あの画面酔った方ほんとごめんね。うわ、じゃあ待って、もう。あ、落とすんだ蛍光灯とか。ちょっと待って、と取り替えていい？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、俺これすぐなくなっちゃうわ。ちょっとごめんなさい、あの、取り替えります。取ってきました。待って待って、無理かもしれない、俺やめちゃうよ、ちょっと怖くて。この辺はいけない？うわ、待って、ホラーゲームとかもう何日ぶりだよ。行きますか、こっち。おーい、音がなんかリアルですね、ほんと。あ、なんかす、何？あ、主人公はね、あの女性なんですよね、このゲーム。これ何？使用。あ、村へやってきた。ほうほう、なんか、歴史。さっきからなんかこういうのが多いですね。え、向こう行きたくない。まずこっち行こう。うわ、こっちも行きたくないわ。待って、待って、マジ怖いんだけど。え、これでなんかうっすら何か見えたら俺、待って、怖、あかん。あ、鏡あかん。見んよ。いや、待って、実況だよ、これ。見なきゃ。あ、何も映ってない。あ、待って、マジで怖いかもしれない。あ、調べれる場所ありますね。ちょっと調べるか。あ、いっぱいある。とりあえず机。よいしょ。ん？あ、何もない。空です。ほう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 。うわ、怖いぞ、これ。マジか。ここまでだったか。あ、何？うわ、何？ちょっと待って。主人公の声でビビっちゃう。あ、この辺いっぱいなんかありますね。あ、この辺歴史なんだ。住民たちは、もう何？もうそういうの怖い。村で何かが起こってるってことなのかな？こっち悲鳴聞こえるぞ、ちょっと。待って、正規ルートあんまり通りたくないんだけど。もうちょいゆっくり行きたい。住民の一部には避難をするように、なんかこの、キープリング？いや、わかんないけど、ここは村の名前なのかな、多分。待って、その車椅子赤。待って、こっち正規ルートな気がするから、向こう行こう、ちょっと待って。やだ、ごめん、あの、グダグダになってもごめん、さすがに。やっぱり実況なので正規ルートじゃなくいろんなルートを通っていきたい。これマルチエンディングなのかな。あ、こっち何もない。こういうのはどかせないんですよね。あ、待って、スマートフォンがなんか変な感じ。どうだっけ、こうだっけ。な何これ、こんな、なんかの暗号的な。うわ、なんか向こうから聞こ、なんか あるわ。これ写メとか撮るとかじゃないのかな、違うのかな。そういうコマンドないよな。でも何、うわー
待って、これは見る彼らに取り憑かれてしまうよ。当病院は近日閉鎖になるため、我々には彼女が帰る場所。待って、彼女っていうのは多分さっき10ヶ月の子供の子ってことだよね。ちょっと待って、閉めよう、こういうの。怖い。開けれない。ごめん、開けれるじゃないですか。ここなんか、ありますね。患者 60E の病室から叫び声が聞こえてスタッフが応答。ついてみると病室はそこら中血だらけで、患者がメスで何度も自分の体を切り裂いている。メスはどのように手に入れたのか不明。大量の血が出ていたものの、傷はどれも深いものではなかった。自分を本当に痛めつけようとしていたのではなく、部屋を汚すためにしたかのように。傷は全て表面の切り傷だけだった。やばい、悪魔が取り付いてる系。こっち行ってみるか。ちょっと待って、もうマジで、いるちょっと待って。ごめん。これ武器とかないんだよね、確か。このゲーム、ただ、そういう対抗するアイテムはないと思うんですよ、確か。ここ来た場所？ここ鏡の場所か。だから行ってないとこどっかあったよね。待って、マップ全然見てない。こっち。来たんじゃない？これは何？なんでそんな持ってんの？このぬいぐるみどうすんの？待って、動いてない？マップ見よ。このバッテンなんだ？これまだ行ってない場所はあるのかな？ありそうだよね。それじゃあとりあえず行きますか。わあ、やばい、怖い、もう無理かもしれない俺。これ閉めない方がいいかな。そうか、さっき誰かがこっち来てに逃げた場所の方面。もうどこ？あれ全然違う。もうあかんって、もうごめんって。あかん、ホラーゲーム俺無理かもしれない。ダメかもしれない。この人たちは何？何？もう戻ってきた？もうちょっと、マジでちょっとごめんって。こっち行ってないんだよね多分。なんでしまったの？ここまっすぐ行ってないのかな。こっち行ってないですよ。もうやだやだ、もうやだ。待って、病院系のホラーゲームとかホラーのやつ怖いよね。ちょっと待って、来た、声聞こえる。こっち、うわ、もうちょっと。ここなんかあるんじゃない？なんか ありそうだけど、特に何もないか。うわ、待って、トイレ？なんで閉まってんの？ちょっと待って、なんで閉まってんの？トイレ、一番奥なんで閉まってんの？
待って見てみよっか。え、あ、開けれないです、開けれないですね。あ、よかった、よかった、さすがにトラウマできますので。ちょっと待って、やばい、やばい、あ、これ俺無理かもしれない。俺これ実況放棄 やっちゃうよ、ちょっとやば。なんかドクドク聞こえるんだよね、この人形から。多分うわー、ちょっと待って、マジで無理かもしれないぞこれ。長くなるぞこのゲーム、ほんと。椅子がいっぱいありますね。あ、行き止まりだ。え、ちょっと待って、戻るっていうのも怖いな。これこの状態で、あ、この状態で蛍光ライトだっけ、それは出せないみたいですね。何の声これって。この人形をどっかに持っていかなきゃいけないってことだよね、多分。とりあえず脱出方法、あ、ありました。あ、うわ、何、新しい場所来ました。保存中です。あ、セーブポイントね。あ、ここはなんだ、とりあえず逃げれ。